リベンジ、返り討ち、ベルトをかけてもう一番、シュートボクシング日本フェザー級王決定戦、3分5ラウンドを行います。青コーナー、シュートボクシング日本フェザー級第2位、フラミングシュートボクサー、165センチ、57.1キロ、崎村明人。こちらはランキング2位、王座戦は3回目の崎村明人。こちらはナグランチューンマーサー M16 ランキング1位、タイトルマッチは初めてということになります。タイトルマッチ3分5ラウンド。さあ今中央へ、2人は過去2度対戦して、画面右側の赤いグローブ着用、マーサが2勝しているんですよね。そうしたところ、お互いの精神状況というのはどうですか、どんな風に想像されるんですか。そうですね、マーサ選手が、まあ、過去、2勝しているということで、まあ、精神的にこう有利には立っているとは思うんですが、崎村選手は、過去に 何度もタイトルマッチを経験してますので、こういった場での、雰囲気に慣れてるっていう、そういった部分 です、ね、それが勝負にどういうふうに影響してくるか。なるほど、はい、崎村はそうですね、あのスーパーバンタム級で王座戦を2度経験しています。その経験は大きいと思います。その2人のポイント、どんな風に3度目の対戦で生きてくるのか、はい、2人とも左をリードジャブにしています。赤いスパッツが崎村。日本フェザー級王座決定戦はこれが初代王座ということになるんですね、はい、ちなみにスーパーフェザー級のチャンピオンはこのナグランチューンマーサのお兄さん、はい、及川智博選手です。その及川選手のセコンドからの声が聞こえてきます。そこに左インローは崎村。何かこうどっしり構えているのがマーサの方に見えるんですが、いかがですか。そうですね、5ラウンドありますし、崎村選手とやる場合はどうしても、長期戦、7丁場になりますので、はい、じっくり攻めていこうという考えだと思います。あ、なるほどね、はい、今もステップバックしてから、その後自分の攻撃に入ります。マーサー右のパンチから左、この前蹴りで突き放すのは崎村です。崎村といえばその粘りの戦い、これがもうトレードマークのようになっていますよね。そうですね、僕は同じ階級だったら絶対戦いたくない選手ですから。あ、そうですか、はい、それぐらいこの方の粘り強さっていうのは、他の選手も見習ってほしいと思います。なるほどね。でこの7月にはMMA の試合も行いました。そこで勝利ですね、判定勝利を収めています。そうですね、名古屋 そのグラップリングシュートボクサーズというジムが、総合のジム、総合の選手も多く在籍してまして、はい、同じようにこう総合の選手と一緒に練習するということを聞いてますので、はい、そういった粘り強さというのも、そういったトレーニングに、やはり秘密があると思います。やはり投げなども視界に入れてくるでしょうね、崎村。そうですね、積極的に仕掛けてくるのが崎村、それに対して返すのがマーサです。この対角線上のコンビネーション、マーサはいいですね。そうですね、はい、落ち着いてます。リングの中央、左のジャブ、崎村も左で同様に入ってきます。これ2人の間合いはこの時点ではいかがですか。そうですね、今のところは拮抗していると思います。まだ探っているというところもあるでしょうね、はい、そしてガードを高くします。まあ、変わらずマーサは左のジャブから蹴りにも対処しようと膝を上げます。崎村、そこに右つなげていった。ここで第1ラウンド終了です。さあ改めて宍戸選手の印象をください。そうですね、マース選手はやはり慎重にやっと巡ってきたチャンスということもありますし、はい、とても
こう大事に戦っているなという印象がありますし、なるほど、桜井選手はあの先に手を出すことで、ね、こうペースを挟んで自分の土俵に引きずり込もうとしているなというふうに感じましたね。さあ戦いは中盤に入ってきます。第3ラウンド少しペースが上がってきましたね。このパンチからローキックというコンビネーション、マーサがよく見えますね。そうですね、はい、パンチから入って必ず蹴りまでつなげるっていう基本的なスタイルですけど、これをしっかりと堅実にやるところがマーサ選手の強みですから。さあ対する崎村、パンチとローキック、これを得意としています。右ストレートからなんですが、組みついて投げはあるか、崎村の方なのか、これは足を引っ掛けて耐えました。ポイントにはなりません。これはマーさんが我慢しましたね。そうですね、あの対処の仕方もすごく落ち着いてましたね、はい、あ、前蹴り嫌がっているからという赤コーナー、マーササイドからの声が届いています。でまたマーサはこれ終始冷静ですね。そうですね、膝、頭が下がると危ない。残り2分を切っています。中盤第3ラウンド、マーサの方は格闘技を10年間やってきて初めてのタイトルマッチ、決意をさらに深くしました。左のローキック、崎村が、あ、ここは回る展開だったんですけれども、プレッシャーをかけて右、これがダウンとなっています。いや、マーサここと見たポイントはこれ大きいですね。そうですね、その瞬間やっぱりこう技のスピードも速くなりましたし、はいはい、そうですね、何かこうギアを一つ上げたような印象があるんですよね、いい判断だったと思います。ここまでの対決でもそうでした。その崎村がちょっとこうバランスを崩したところに右を当ててダウンを奪ったりしていましたよね、ここも同じように行くのか。今まで2度の戦いではこの2人非常にもつれています。でももうこの第3ラウンドで決着をつけてやろうというのがマーサ。しかし崎村もここから粘りがありますからね。そうですね、ここからさらにギアを上げてきますんで、膝、カウンターで入った。今の左いいダイビングでした。崎村が下がりましたね、はい、顔面を好調させて崎村、残り時間30秒を切っています。さらに畳みかけるのかマーサ、ミドルキックで逆襲に出る崎村ですが、これマーサが明らかにプレッシャーをかけているんでしょうね。そうですね、ただそうですね、崎村選手も体も強いですし、そこには、にはペースを握らせないようにしてますね。こういったもつれ合った時でも必ず自分の上になるように倒れますし、動けというセコンドからの声もありました。最後にサークリングを見せたマーサ、こちらは崎村にとって厳しいラウンドでした。そうですね、一つ右のフックを合わされてダウンを取られています、青コーナー崎村。さあ第4ラウンドです。試合が終盤に入ってきます。さあ後半に入ったというところ、それからダウンを奪っているというところ、マーサがどう捉えているのか。組みつきます崎村、これをなかなか離しません。攻撃につながらないということでブレイクです。右ストレート、山田さん、あの右がいいですね。そうですね、終盤になってもやはり変わらず、同じように打てるところがやっぱり練習している証拠ですね。でスタミナの点ではもう共に問題ないでしょうね、はい、あ、この投げは高さが足りません。ポイントにはならない。再び構えを高くして崎村、やはりマーサのこのパンチをこれ警戒しているんでしょうね、崎村。そうですね、はい、間もなく残り2分になります。シスト選手、この第4ラウンド自体の印象はいかがですか。そうですね、マーサがここでしっかり差をつけたいんでしょうけど、はい、竹村選手はそれをさせまいと一瞬抵抗しているっていう感じですね。なるほど、あの第3ラウンドがあったからこそこの崎村の動き、はい、おお、フェイント気味に右、マーサの右の拳、さまざまなバリエーションがあります。ここで残り1分半、
半分を過ぎている第4ラウンド、左のミドルキック入ってきますが、一発には2発返します。マーサー手数で有効打で、マーサー組みついて自力を見せる。崎村ボディに膝、これは入りましたね。入ったんですね。はい、少しさらに右ここきました。ストレートも連打で放つことができます。バックスピンキックもしっかりバックステップで見切ったマーサー、冷静です。そうですね、集中してます。相手の攻撃をよく見て自分の攻撃へつなげることができる。もう際を作りません。追いかけていったら相手を防戦一方にさせます。カウンターの左膝、マーサー、さらに右膝、宍戸選手、これボディ打ちがここに来て効いてきますね。効いてきますね。右左本当に打って倒れたのは崎村。これは何かもうお腹から上へのダメージ全てのような気がします。そうですね、崎村選手こういう倒れ方したのは自分初めて見ました。あ、そうですね、鼻血を見ています。崎村ボディにも顔面にもダメージがありそうです。これはタイムストップでドクターチェック、どうでしょう。マーサにしてみたらこれ止められたくはなかったなという、そんな分岐点かもしれませんけれどもね。ただ十分ダメージが残っていると思います。もう上中下に攻撃を散らして、もう波状攻撃でだいぶ杉山選手の体にはダメージ残っていると思いますね。なるほど、逆にこれで息を整えてマーサ選手も、はい、一気化戦に攻めるでしょうから。あ、マーサの方が息を整えていけると。はい、続行します。続行です。崎村大丈夫です。今の時点で勢いはやはりマーサ選手にあると思います、残り13秒。さあこの第4ラウンドも時間が少ないんですが、マーサはさらに攻撃を加えます。顔面への左パンチを見てバックスピンキックに対処する。ここで第4ラウンド終了です。第3ラウンドに続いてこちらマーサがダウンを奪いました。いや、鋭い攻撃もそうなんですけれども、ここももう相手の動きをしっかり見切ってなんですね。そうですね、本当今回マーサ選手集中していると思いますね、念願の10年のキャリアで初めてのタイトルマッチ。マーサ階級を変えて3度目のタイトルマッチの崎村。さあ最終第5ラウンドです。日本フェザー級王座決定戦、初代王座を狙ってダウンを2度奪っているのが赤いグローブのマーサ。ここも左からのコンビネーション、崎村のパンチもあるんですけれども、しっかりマーサがガードしていますね、はい、蹴り合いから突き放す、ローキックに右を合わせる。これ相当もうマーサーは右のストレート手応えがあるんじゃないですか。そうですね、はい、今左の方もいい形で当たってますし、そしてボディへの膝、崎村選手したらこのラウンドがむしゃらに行ってポイントを取り返したいところなんですけど、今このまっすぐのパンチが綺麗に伸びてくるんで、なかなかそれをさせてくれないって感じですね。崎村の右、しかしマーサーは打ち抜くパンチがあります。それとこの今回バックステップを有効に使ってるんで、あーボディの蹴り、ミドルキックで前のめりに崩れた崎村、ダウンです。立っています崎村。しかし宍戸選手、このボディ打ちというのが、あー、そのダメージが甚大だったということで、レフェリーが試合をストップしています。日本フェザー級初代チャンピオンは及川道場名倉中マーサ M16 です。ありがとうございます。やりました。5ラウンド1分17秒 TKO です。後楽園ホールの観衆に向かって吠えたマーサー。いやー、これはもう徹底した攻撃、ピンポイントで顔面にも足にも腹にも、はい、それが実りましたね。そうですね、これはもう完全勝利ですね。戦略もかなり練ったでしょうし、はい、それを実行する集中力っていうのは本当に素晴らしいと思います。そうですね、その冷静さ、攻撃のその精度に全て出ていましたよね、はい、そうですね、バックステップを有効に使って相手の攻撃を
こう有効に当てさせなかったということも本当に大きかったですね。3度目のタイトルマッチ、そして3度目の戦いでも崎村は勝つことができませんでした。令和平成23年9月10日東京後楽園ホールにおいてシュートボクシング日本フェザー級タイトルマッチを崎村明人と行い、でこちらは同様にですね、こちらも戦い続けてきた、諦めなかったマーサです。すごくいい試合だったと思います。でマーサは大阪、そして崎村ももちろん愛知からこうやって東京にやってきて試合を続けてきたわけなんですけれどもね、そうした苦労も忍ばれますよね。そうですね、地方の選手がこうやってタイトルマッチをこぎつけるだけでもやっぱり大変なことですし、そのチャンスを戻りしたマーサ選手、本当に、ね、はい、素晴らしいと思います。そしてお兄さんの及川智博がスーパーフェザー級のチャンピオン、あ、今あの黒いキャップをかぶっている及川選手が兄弟でですね、はい、チャンピオンということになりました。同門にはレーナ、あのガールズエースカップも制覇していますし、いやこれ及川道場全体としても業績をまた得たということになりますね。そうですね、57.5kg リミット、その歴史に名を残します。なんといっても初代王者です、及川道場ナグランチューンマーサ M16。